イスラエル政府は17日、イランへの報復措置について爪の協議を行った模様です地元メディアはイスラエル軍はすでに対応を決定したと伝えていますが中東の緊張激化を懸念し、自制を求める声が内外で強まっていますイスラエルのネタニヤフ首相は17日、イギリスのキャメロン外相との会談でイスラエルは自衛のために必要なことは何でもすると述べ、自衛権を主張しました